鳴沢岳は、日田山脈北部の後ろ立山連峰にある標高2641メートルの山。長野県大町市と富山県中新川郡、立山町にまたがり、中部山岳国立公園内にある。鳴沢岳の南山腹を貫通する、関電トンネルで運行されていた、関電トンネルトロリーバス2019年電気バスに置き換えられた。 黒部ダムの東 3.1km にあり、JR 東日本大井都線品の大町駅の東北東 16.7km に位置する。この南三福を1958年に黒部川第4発電所の建設のために掘られた関電トンネルが貫通する。現在は立山黒部アルペンルートの関電トンネル電気バスが運行されている。 富山県側と長野県側の両方にある鳴沢の源流部の山である。山名は長野県側の加護川の支流である鳴沢に由来する。山頂部は溶血業海岸からなる。東北東の岩、小沢学との間には新越の利越と呼ばれる暗部があり、そのすぐ東側に新越山層がある。岩、小沢学からり岳にかけての東表は、 東の大町市方面から望むと屏風を立てたように見えることから屏風とも呼ばれている。後立山連峰の主要線に沿った登山道が整備されていて山頂部を通っている。重装時に通過されることが多く、大木沢駅の東にある登山口から種池山荘の経営者の柏原正康が1966年7月に開設した柏原新道を通るルートが、 最短の登山ルートである。大木沢の梁の木設計から入山する経路もある。山頂は三角点がない標高点で森林限界を超える鉱山帯の廃末が自生する岩場であり、縦山や黒べこなどの360度の展望がある。夏季には登山道脇に高山植物が見られる。鳴沢岳の山頂、西側に縦山連峰鳴沢岳と、 赤沢学徒の安部の新越乗り越にある山小屋の新越山荘もよりの山小屋は新越乗り越の北東近傍の鳴沢岳の東北東約 0.6km に位置する新越山荘である。1971年に種池山荘と霊地山荘の経営者である柏原正康が開設した。収容人数は80人でキャンプ指定地はない。 積雪量の多い地域のため例年7月初旬から9月下旬頃,頃までの営業で期間外は閉鎖される。小屋が開設される以前の1968年頃に林野町が柏原正康と共に現地視察を行い周辺では登山者の爆影跡で段々畑のようになっていたことを確認した。ゴミが散乱し 周辺の樹木が滝木に使われ伐採されていた。その後このゴミ問題などの対策として林野町の要請を受けて山小屋を開設した経緯がある。これにより自然保護と登山者の安全が図られた。両線上には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に友人の営業を行っている。登山口の大木沢駅には 一般の宿泊施設がある。黒部川を挟んで、西側の縦山連峰と対峙している。周辺の主な山を下標に示す。鳴沢岳の周辺の山縦山の大山から望む、後ろ縦山連峰、左から G ヶ岳、岩小屋沢岳鳴沢学、赤沢学、昴岳、針の木岳一が,が,が,が源流となる河川で、日本海へ流れる。 高山帯の山頂岩場からは360度の展望が得られ、黒べこの対岸に立山と剣岳を望むことができる。ウィキメディアコモンズには、鳴沢岳から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。